ブー今日の動画なんですけど、 PPS あれ、なんだっけ、ポジションプッシュスタンス、 PPS って言ったんですけど、まず S から、まずスタンスからね、いきたいと思います。はい、ということでね、まず最初にスタンスは2種類あります。覚えてください。多分ね、スケートボードとかスノーボードとか全く一緒です。グーフィーとレギュラーがあります。で、右足前の人、僕ですね、僕のスタンスなんですけど、右足前がグーフィー、 OK ですか。で、左足前がレギュラーです。で、皆さんね、よくハウトゥー動画とか見ると、右足であのサッカーボール蹴る人はレギュラーですとかあのいうあの動画もよくあるんですよ。でも実際僕右足でサッカーボール蹴るんですけど、グーフィーです。ってことは実際ね、乗ってみて、はい、実際乗ってみて、はい、 OK ですか。で、スタンスもう一個ね、はい、45度、 OK ですか。右足前でも左足前でも45度で、45度で一回漕いでみる。で、これで違和感あったらね、逆をやって、はい、漕いでみる。で、あ、こっちの方が違和感ないなって思ったら、その方をね、ぜひ自分のスタンスとして使ってみてください。で、なんか言おうとしたんです。そうだ、 NG のスタンスちょっと見せていきたいと思います。はい、まず最初にね、このスタンスなんですけど、スキースタンスって言います。このまっすぐにピッてやってると、こう、なんか実際にまっすぐだと乗りにくいし、技もやりにくいので、やっぱり45度にして技をやる。そうすると綺麗にね、足もデッキの上に乗せれることができます。ということで、スタンスはね、もう終わりました。で、覚えててほしいことが、45度角度は OK ですか。で、レギュラーとグーフィーのスタンスがあります。スキーはやめてください。はい、このね、まあ、3つはスタンスで覚えておいてください。はい、次なんですけど、 P ですね、ポジションで、ポジションなんですけど、体のポジションですね。よく見るのが、ちょっとね、後ろに体重かかってながら、腕ピンしながら漕いでる人たまにいるんですよ。で、これは全然バランス取れません。実際腕も曲がっていて、足も曲がっていると、めちゃくちゃバランス取れます。この体勢めっちゃバランス取れます。皆さんもね、実際腕と足をピンってして乗ってみてください。めっちゃバランス取れてくる。なので、足と腕曲げてください。で、忘れてはいけないことが、スクーターって前かがみなんですよ。このポジション覚えてください。まあね、やってると、まあ、自然と覚えてくるんですけど、だいたいですね、 60% 前体重、 40% 後ろでやるといいかもしれません。やっぱ皆さんもね、ちょっといろんな、まあ、試しをしてください。で、試ししてると、あ、この体勢一番いいな、バランス取りやすいっていうのが絶対ね、見えてくると思います。はい、今のがね、何だったっけ、ポジションだ、体のポジションですね。まあ、それはね、皆さんも実際に試してみて、あ、このポジション一番自分に合うわっていうのを見つけてください。はい、疲れてきた。いいですか、忘れちゃった、何だったの、あ、プッシュ、ありがとうございます、さすが。はい、プッシュで、よく見るのからね、先にやっていきたいと思うんですけど、プッシュってワンプッシュすればめっちゃ進めるんです。だいたいワンプッシュで 100m ぐらい多分僕進めるんですけど、そのね、コツとかやり方を教えていきたいと思います。よく見るのが、この、いきますよ、ちょこちょこプッシュしてる、これちょっと大げさにやったんですけど、ちょっとね、ちょこちょこやってる感じ、それは、全然効果ないです。実際に、いきますよ、ワンプッシュ、ワンプッシュするだけでめっちゃ進みます。で、このプッシュのコツなんですけど、なんかたまに見るのは、あんまりパワー入ってないプッシュの仕方なので、床をね、本気で押す感じですよ。まあ、スクーターマッチでも練習してみてください。この足でこう、なんて言うんだろう、前にめっちゃ飛ぶ感じあるじゃないですか。この実際にそれをやろうとして、あんまり力入ってないとこうじゃないですか。で、最後にこのプッシュなんですけど、後ろ足でプッシュするのが基本です。で、前足でプッシュするのが実はモンゴっていうプッシュの仕方になります。それをね、後ろ足の方がパワーある人もいれば、モンゴでプッシュした方がパワーある人もいます。なので、皆さんもプッシュの練習、実際に力を入れて前かがみでプッシュする、まあ、先ほど言ったようにこう、まあ、皆さんもね、ちょっと
練習してみてください。まあ、皆さんも実際ちょこちょこやるんじゃなくて本気で押す感じで、で大きくね、大きく足見てください、大きく。そうするとミューンですよ。はい、皆さんも僕が教えた PPA を、 PPA だったっけ、 PPS だ、すいません、 PPS、 皆さんも頑張ってみてください。この動画最後まで見てくれてありがとうございます。いいね、コメント、チャンネル登録よろしく。